裏世界ラボ。富田、お前なんだこのデータは。新人でもこんな間違いしねえぞ。すみません、最近やる気がなさすぎだろ。このままだと年下の上司に使われることになるぞ。ああ、確かに俺やる気はないんだよな。このままサラリーマンを続ける意味なんてあるんだろうか。俺の名前は富田敦史、妻子持ちのどこにでもいる普通の会社員だ。20代の頃は全てが新鮮で仕事への熱意もあったと思う。30代も結婚をしたことや子供が生まれたことで仕事を頑張ろうという気持ちはあった。しかし40歳になった今、このままでいいのだろうかと不安が急に襲ってきたのだ。サラリーマンなんてしてても輝かしい未来があるわけじゃないし、このまま一生会社に使われる社畜の人生なのかな。定年までこうやって満員電車に毎日揺られて、給料だって大した金額じゃないし、毎月節約生活だ。俺このまま終わっていいんだろうか。あれ、富田じゃないか。え、白川、久しぶりだな。そんな時駅で偶然白川に会った。白川は数年前に独立して会社を辞めた元同期だ。白川にちょっと相談してみようかな。なあ、今日は奥さんが子供と実家に帰ってて遅いんだよ。一杯どうだ。お、いいな。やる気がないか。相変わらず前田課長ってぐさぐさ言ってくるんだな。まあ言ってることは間違ってないんだけどさ、でも最近考えてるんだよ。俺もお前みたいに独立しようかなって。だって自営業って夢があるだろ。いや、え、自営は絶対にやめた方がいい。なんでだよ。俺、商社で働いた知識を生かして地元食材の卸売業を始めたろ。ああ、すげえなと思ってたよ。最初はそこそこうまくいってたんだけど、年収は全然安定しなくてさ、年収1000万を超える時もあれば200万を切る時もあるんだよ。は？年収1000万超える年があればいいだろ。すごいじゃないか。全然良くないから。自営で1000万って言っても経費や労働時間を考えたら高くないんだよ。それに会社の補助がないのは本当にでかい。あと全然モテなくなった。え、逆じゃないのか。だって自営ってことは社長ってことだし。よくわかんないけど、女の子って社長が好きだろ。キャバクラとかでもモテてるイメージがあるけど。そりゃキャバクラはその時にお金を落としてもらえればいいからな。でも普通の女性は違う。いくら高収入の時があっても年収に波があると嫌がるんだよ。特に今は安定を求めてる人が多いから、みんな会社員を選ぶんだ。そういうものなのか。てか事実、会社員のお前は結婚してるだろ。でも俺はしてない。ああ、ごめん。それにな、自営はローンも組むのが大変なんだ。確かに、稼いでいそうな芸能人や YouTuber、漫画家とかもローンの申請が落ちたってよく言ってるよな。安定性がないと思われてるからな。でも一方会社員はすごいぞ。社会的な信用が自営業とは全く違うし、会社員を辞めるメリットなんて正直ほとんどないと思ってる。そうか、そこまで恩恵があるとは感じないんだけど。まず会社員は仕事で結果が出なくても一定の給料は出るだろ。休んでも給料は出るし、ほとんどベーシックインカム状態だと思わないか。それは言い過ぎだろ。さすがにそこまでは思えないよ。確かに一定の給料は出るけど、それだけ拘束をされてるってことなんだから。でも会社には仕事ができるやつとできないやつがいるだろ。まあそりゃな。営業職みたいに歩合がつく場合なら給料の差は出るけど、事務職だった場合はどうだ。最初の数年なんてサボってるやつも頑張って働いてるやつもほとんど給料は変わらないだろ。ああ、自営だったら仕事をしないとお金は入らない。でも会社に出社さえしたら給料はもらえちゃうんだよ。それを言われると反論できない。いや、仕事は一応してるんだけどな。それに会社側は簡単に社員をクビにできないから、入社したらこっちのもんだ。
アメリカみたいに成果主義だったら無理な話だけどな。たとえ使えない社員だとしても給料はもらえちゃう仕組みってことか。そして会社員なら自宅を用意してくれる企業も多い。ああ、住宅補助制度や社宅制度のことか。全額支払ってくれるところは少ないかもしれないけど、補助は結構出る会社が多いだろ。そういえばうちの会社も出てたな。2万弱くらいだと思うけど、それがあるかないかじゃ大違いだよ。さらに一番のメリットは社会保障の充実だ。例えば被用者保険の保険料や厚生年金は企業との折半になるし、個人の負担が軽減される。労災保険、雇用保険にも加入できるし、至れり尽くせりなんだよ。当たり前だと思っていたけど、自営業と比べるといいところがありすぎかもな。労災だって自営業なら自分で保険加入が必要だし、もし仕事がなくなったらお金は一切入ってこない。何かあった時のための貯蓄がないと路頭をさまようことになる。会社員は雇用保険があるし、会社を辞めてもしばらくは生活できるもんな。自営業はもしもの時ですら自分で準備が必要なんだよ。あと何度も言うけど、会社員の信用力はやばすぎる。自営業なんてクレジットカードを作れない場合もあるんだから。あんなの誰でも申し込めば通るもんだろ。住宅ローンとかそういうのなら落ちる可能性もあるかもしれないけどさ。バカか。たとえ同年代の会社員よりも稼いでいたとしても、クレカの申請に落ちることがあるのが自営業だ。だから自営を始めようと思ってるやつは絶対に会社員時代にクレカを数枚作ってから辞めてる。自営を始めて何年かして軌道に乗ったら、収入証明書を出せばクレカも発行されるが、それまでは厳しい。白川の話を聞いていたら、自営業ってデメリットばかりじゃないか。しょうがないだろう。それほど会社員はいいこと尽くしなんだから。でも自営業のいいところだって少しはあるだろ。まあそりゃな、業種によるけど、働く時間に融通が効いたり、働く場所を選べたりできるからな。会社員みたいに収入の上限がないから、頑張った分だけ稼げる可能性があるのは大きいよな。ほらやっぱりお金の面に関しては夢があるのは自営業じゃないか。それに会社みたいな組織じゃないし、嫌な上司だっていない。面倒な人間関係がないだけでもちょっと羨ましいと思っちゃうよ。いやいや、人間関係については絶対に切り離せないって。商売をしてる限り人との関わりは必要だろ。それに取引先との人間関係が増えるからな。もしも何かあった時は全て自分で対応しなきゃいけないし、上司や会社が間に入ってくれることもないんだぞ。あ、そっか。確かに会社の人間関係も面倒だけどな。でもたとえクソムカつく上司がいたとしても、人事異動があったり辞める場合だってあるだろう。立場が変わる可能性だってあるし。だから人間関係は会社員も自営も同じだ。一生頭を悩ませる問題ってことさ。まあ最悪切るかどうかの判断はできるけど、それは会社員だって同じだろ。会社辞めればいいだけなんだから。俺ちょっと自営業のこと勘違いしてたかも。俺も夢見てるところから始めたから気持ちはわかるよ。でも実際にやってみたら、会社員時代より忙しくて、細かい事務作業も全部自分がすることになった。クソ面倒な確定申告の申請だってある。いろんな手続きだって大変だし、自分が働かないと結局1円にもならない。何もかもが自分の判断だ。大げさかもしれないけど、生きるか死ぬかを自分で常に握ってるっていうか、ストレスも半端ないよ。正直独立するときに会社員のメリットをちゃんと知っていれば、そのまま働いていたかもなって思うかな。年収200万の時なんて本当にしんどかったから。じゃあどうして白川は今も自営業を続けてるんだ。やっぱり会社員を超える魅力があるからだよな。そりゃ決まってるだろ。後に戻れないからだよ。まあなんだかんだ言って俺は性格的にも自営の方が向いてるんだろうな。なんとか暮らせるようになったから、もっと頑張りたいって気持ちもあるしね。あと独身ってことも大きいよ。好きにやっても責任は自分一人で収まるから。確かに奥さんと子供のことを考えると、今から生活を変える勇気は出ないかも。
もちろんいろいろなメリットを捨てる覚悟があるなら自衛に飛び込んでみるのもいいと思う。でもそうじゃないなら絶対に会社員の方が安泰だ。お前の話を聞いてたらなんだかそんな気がしてきちゃったよ。それに富田の場合はいきなり自衛じゃなくて副業を始めてみるのはどうだ？副業か、それは考えてなかったかも。会社員は特権だらけなんだから辞めずに収入を増やす方が富田にはいいんじゃないかな。家族を路頭になんて迷わせたくないだろう。そうだな。生活を変えたい、会社に使われたくない、独立して成功したり贅沢をしてみたいと俺は考えていた。しかし白川と話して今の環境がどれだけ恵まれているのかが再確認できた。一生に一度の人生と思うとやっぱり独立に憧れる部分もあるけど、今日の白川の話を聞いただけで考え直している俺もいる。そんな俺はやっぱりこのままの方がいいのかな。ただいま。おかえり。ねえ、もうすぐマイホーム貯金がたまりそうだよ。え、本当か。中古になると思うけど、マンションや一軒家を今度見に行こうよ。そうだな、見に行くか。じゃあ次の休みに家族で行こう。やった、念願のマイホームだ。やった。この幸せだけは絶対に壊さないようにしないとな。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。